短命剣返上。今回はニラそぼろ丼を紹介します。代謝に必要なミネラル、ビタミンがたっぷりのニラ、疲れた時に食べてもらいたい丼物を今日は作ります。材料はニラ、合いびき肉を用意してください。生姜とニンニクを炒め、香りを出します。ニラはさっと炒め、食感を残します。水溶き片栗粉を入れると具材がまとまり、少ない調味料でも満足感が得られます。お好みで豆板醤を乗せたら完成です。ニラの香りが食欲をそそるニラそぼろ丼。ひき肉の旨味と醤油ベースの味付けがよく合います。温泉卵の濃厚な黄身と一緒に食べると一段と美味しい一品。ぜひ今夜の夕食にいかがでしょうか。